増田敏夫の逆手で勝つ日本復興のために。この時間は時事評論家の増田敏夫先生に最近のニューストピックスなどについて評論していただきます。おはようございます。増田敏夫でございます。今日は少し面白い話をしようかと思うんですが、去年おととしだったと思いますが、私がこの日本の GDP はこの30年間、全然伸びてないと、つまり成長してないということを表す表をこの皆様にお見せしたというかお配りしたんですね。日本の GDP は30年間でマイナスだと、マイナス 7% ということになってるんですが、一方アメリカの方はですね 300% なんですよ。そして中国に至ってはですね 2300% なんですね。ですから日本がマイナス 7%、 アメリカは300% ですから3倍ですね。中国の方は23倍という、こういうですね違いがあるわけなんですね。で、同じ先進国の日本がですね30年間全くですね成長しないというのも まさに不思議な話でありまして、世にも不思議な物語ということになるんですね。それで、この GDP ばかりじゃないんですね。物価も全く上がらない。2013年の4月の4日だったと思いますが、黒田日銀総裁が異次元金融緩和というのを発表しまして、それからですね金融緩和をずっと今日まで続けてるんですね。もうアメリカの方は引き締めに入ってるんですが、日本だけはですね金融緩和を続けていると。で、その目的は黒田総裁がテレビでおっしゃってたようにですね、アメリカがいくら引き締めをしても日本は物価の上昇率が 2% にならないと、それまでですね、緩和を続けると、こうおっしゃってたわけですね。まあ、インフレ率が 2% に達しないと、あるいは 2% に達するまで、緩和を続けると。もうアメリカ、ヨーロッパが引き締めに入ってもですね、日本は違うんだというお話をされましたけども、皆様方もお聞きになった方いると思いますが、GDP が全く変わらないということになるとですね、物価の方も全く30年間ですね、変わることなしということになってます。で、一方ですね、物価が平行線、GDP が平行線ならですね、やはり株価もですね、平行線なのではないかということで調べてみるとですね、日米の株価指数っていうのがありましてね、何年かを100にすると今いくらになってるかという基準の年を100にしてですね、それから増えれば120、130と、そういうふうになるんですね。で、それを表した表も私、皆様方に発表したんですけども、ラジオですから表を見ていただくわけにはいかないんですが、それでもですね、日本のこの株価というのはですね、これを指標で表してみますとね、日本の方は全くこの平行線で上がらない、上がるどころか下がってるということなんですね。で、アメリカの方はですね、600% も上がっている、つまり30年間で6倍になっていると。で、日本の方は丸っきり上がらないと
ういうのが、こういう現実があるわけなんですよ。でそうするとですね、誰でもこの事実を知れば、まあ、日本の皆さん方を含めてですね、この事実を知れば日本っていうのはこれ最悪の国だなというふうに誰しも思うと思うんではないですかね。GDP は全く伸びない、物価は全く伸びない、うん、それにさらにですね賃金も伸びないと、これ4拍子揃って、全く伸びないという世にも珍しい国なんですね。日本という国は本当にもうなんか奇跡的な国でですね、こんな国はこの、まあ、30年間 GDP は伸びない、物価は伸びない、株価は伸びない、賃金も伸びないと、これじゃあまるで死んだみたいなもんですね。ですから私はですね、日本の経済は死に体だという言葉をまあ2年ぐらい前ですかね使ったんですよ。そうすると、まあ、それをご覧になった評論家とかアナリストがですね、もう日本経済死にたい死にたいしていろんな書き物やあるいは発言の中で使われてますけども、まあ何でも私は先に言うのが好きで、人が言ったのは後でですね、同じことを言うのはあまり好きじゃないんですね。ですから先ほど言いましたように、GDP が全く伸びない、物価が全く伸びない、株価が全く伸びない、賃金が全く伸びないという、これを表している表があるんですね。でその表を私は随分前から使ってるんですが、そうするとですね、死にたいという言葉を皆さん使い始めて流行になると同時にですね、私が出したこの表ですね、この表がですね、また皆さん評論家なる人がですね、あちらこちらで使い始めてですね、この表がまあなんかブームになったということなんですね。まあ何でも私はこう言い出しっぺっていうのが大好きで、まあそれと同時にショッキングな話をするのが好きなんですね。こんなですね、日本経済は死に体だというのはこれはかなりショッキングな言葉ですよね。そうすると皆さんが死に体だ死に体だってこう言い出すわけですよ。とみんながですね、死に体だ死に体だ、日本経済死に体だってみんなが言い始めるとですね、もうあんまりショッキングではなくなってくるんですね。そこでまあ今日皆さん方にお話したいと思うのはですね、日本の政府と国民との関係なんですよ。これは利害相反する関係なんですね。政府は国民から税金を徴収してですね、そして国民にサービスをすると、税金で足らなければですね、国債を発行すなわち借金をしてですね、国民に奉仕をするというのが政府の立場なんですよ。だから奉仕をされる方の国民と奉仕をする方の政府ではですね、利害が相反するわけなんですよ。まあ分かりやすく言ったら売り手と買い手みたいなもんでですね、売る人と買う人はこれ利害が相反するわけですね。で売る人は何を望むかっていうと、少しでも高く売りたいわけなんですよ。で今度は買う人はですね、少しでも安く買いたいわけなんですよ。こういうふうに利害が相反するわけですね。したがって、日本の国とそれから国民とは利害が相反する。そして国民は、政府はですね、GDP 比 250%、 これまた世にも不思議なですね、世界中で GDP 比 250% も借金している国はどこにもないんですよ。日本だけなんですよ。もうずば抜けてですね、飛び抜けてというべきでしょう、飛び抜けて借金が多いわけなんですよ。そして国民はどうかという見るとですね、世界では例を見ないほどの金持ちなんですよ。つまり2000兆円からのですね、金融資産を持って、いるんですから、 GDP の4倍ですよ。 GDP の4倍も資産持ってる、国民が資産持ってる国なんかどこ探してもないですね。というように、国民と、日本では国民と、国家の利害が相反する。したがって、政府が最悪だから国民が最高だという、こういうお話であります。